はい、よかったかなって思いますよね。次が歌だったらこの煙で ねちょっと喉がやられちゃうところですからね。はい、今日もね、あの2日連続で、そうですね、昨日も演奏していただきましたね、はい、いよいよね、皆さんが登場してくださいます。祭りといえば和太鼓は欠かせない。やっぱね、この暗い雰囲気になってからの和太鼓、本当にかっこいいんですよね。そうなんですよ、このね、明かりとね、この和っていうのは、うん、和風の和ね、はい、和風の和っていうのは、なんていうのかな、こう高校と出る明かりよりも、このうっすら、ぼんやりと儚げに灯る明かりの方が似合うんですね。きっとあれですよね、どうですか、月明かりの雰囲気のような明るさっていうのがいいと思う、合うっていうことですよね。そう、うん、ね、続々と大きな太鼓が運ばれていきますけれどもね、一人一個運ぶんですね、すごいね。でもじゃあ出演者が一人一個もう持ち太鼓ってことで、持ち太鼓、持ち太鼓ってことですね、前太鼓的なやつですよね。まあね、本当昨日見させていただいてすごい迫力あるのはもう当然なんですけども、うん、やっぱりフォーメーション、うん、こちらも注意して見ていただけたらなと思います。これ昨日見たからこそ言えるコメントなんですけどね。そうですね、そう、もう今日初だったら、うん、和太鼓を皆さん楽しんでくださいねっていう、なんかもうこういうな内容しか言えなかったんだけれども、今日はもう、ね、見てね、迫力分かってますからね。でまたいぶされてね、私がね、いい感じいい感じで、あの今日は燻製になって仕上がっていくんだろうっていうところもね、見ていきたいと思います。ライトの感じと煙の感じでよりお花見るみたいな雰囲気になってますね。これあれ天然のスモーク、本当にあのよくこうステージ始まる前とかライブハウスとかでよく書かれますけど、そういうこと、ちょっとあんまり喉に優しくないスモーク、だから太鼓でよかったね。そうですね、あえて太鼓でよかったねっていう感じですけれども、太鼓はあれですかね、こう皮張りなんだけどスモークは大丈夫、うん、湿気には弱いってよく聞くんだけど、お水はねダメって聞きますけど、煙は大丈夫、煙は煙されちゃってますよね、ダメですかね、音変わっちゃったりしますか、大丈夫そうですか、ね、ちょっと煙いけれども皆さん力を合わせて、はい、頑張ってくださいね。パフォーマンスが激しいから帰って煙吸っちゃうと呼吸困難になっちゃうかもしれない。ちょっとじゃあ今の間だけね、煙風が止まってくれるのを祈りましょう、祈りつつ、はい、大丈夫かな、みんな目痛いね、すごい大きい音ですけれども小さいお友達もね、こうね参加してくれるこの和太鼓ね、鈴木さんですけれどもね、はい、ポジションの方も決まってきました。